マンチェスターユナイテッド所属のフランス代表 FW アントニー・マルシャルが好調維持の理由を語った。16日、クラブ公式サイトが伝えている。第11節を終えて2位に位置しているユナイテッド。テントリア、FW ロメル・ルカクの今季7得点に次いで、今季6得点とゴールを決めているのがマルシャルだ。成長著しい21歳は開幕2試合連続で得点を決めると、ここまでで公式戦16試合に出場しコンスタントに得点を重ねている。クラブでの成績が評価されて約1年ぶりにフランス代表への復帰を果たしたま。ルシャルは、14日のドイツ代表との親善試合22で早速先制点をアシスト。来年の W 杯に向けてアピールに成功した。また、クラブ公式サイトは特筆的な数字として、クラブと代表で58分おきに得点に絡んでいることに注目。昨季の42試合出場8ゴールと比較して、好不調の波がなく調子をキープできていることを評価している。プレミアリーグプロダクションズのインタビューに答えたマルシャルは、好調の要因としてジョゼ・モーリーニョ監督による愛の鞭を挙げている。監督は誰であっても厳しく接する人で、それは僕に対しても一緒、と指揮官の公平さを評価し、僕たちは練習からオーディションを受けているようなもので、毎試合で出場するためにコンディションを高めようとしている、と競争意識を高く保てていると語った。最初の印象からの変化について、最初はお互いについてあまり知らなかった。それから徐々に分かり合うようになっていった、と互いに理解を深めていき、監督は、僕の長所も短所も知っている。僕たちは、正しい形で全力を尽くすために、お互いについて学び合っているんだ、と良好な関係構築ができていることを明かしている。マルシャルは昨季の得点記録まであと2点に迫りつつ、そのスピードを活かして今季はアシストも公式戦6本と量産中。ファンの投票で決まるユナイテッド月間最優秀選手賞に9月、10月と出る。いており、11月も受賞となれば前人未到の3ヶ月連続受賞になる。18日のニューカッスル戦ではマルシャルの活躍から目が離せない。